登った検証、登山で使えるワークマンのベンチレーションウェア2選ご紹介したいと思います。ベンチレーションとは、登山やですね、運動中に汗をかいて体が熱くなりますよね。その時に服を脱がずに、ファスナーを開けたりしてですね、通気性を確保する機能のことです。正直これめちゃくちゃ便利です。今回はこのベンチレーション機能がついたワークマンのワークマンバレピシニクイウェア2点紹介したいと思います。はい、まず1戦目はフリースサイドジッププルオーバーです。一見普通のですねフリースに見えるんですが、横のですねジップがベンチレーションとしてガバッと開くんです。これのですね利点がちょっともう一つあって、ザックを背負った時にですねウエストベルトが隠せてすっきりします。少しちょっとお見せしますね。普通はこうですね。ところがこちらの商品だと内側に回せます。でザックを固定できる。でポケットも使えますね。これね写真撮るときにすっきりしてすごくいいですよ、はい、あとはハンドウォームポケットのみのシンプルデザインなのでワークマンバレしないのもいいですね。はい、こちらの商品ですが素材ですね、一般的なフリース素材と同じです。こちらがベンチレーションです。脇下までガバッと開くんですね。こちらがハンドウォームポケットです。深さがあるのもね、物が落ちにくくて嬉しいですね。最近ですね、ウルトラライトハイキングの系統の人たちなんかがこういうクルネックでですね登山楽しんだりするんですけど、ワークマンのこのアイテムだとですねそういうコーディネートが楽しめます。2戦目は超撥水シェフパンツです。はい、超撥水シェフパンツなんですけども、実はここのですねジッパーがあって こんなに大きく開きます。そして、メッシュ構造になっているので開けておくとですね腰回りが蒸れない。このメッシュのポケットもですね結構気が利いてて、中に入っているパンツがですねちょっと透けないように黒くなってます。しかもこのオーバンポケットなんですけど、 Amazon のこのファイヤータブレットがですね丸々入るサイズなんです。はい、あとですね結構ポケット大きいので、この Amazon ファイヤータブレットをケースに入れた状態でもちゃんとすっぽり入ります。はい、超撥水シェフパンツですね、本来結構ダボーと大きく着るサイズのものなんですけども、僕は割といつもねワークマン M か L なんですけど、ぴったりめで S サイズを履いてます。やっぱりですねやっぱり山で履けるジーンズデニムっていうのがない中、この色合いはですねデニムカラーが一番おすすめです。はい、素材はねポリコットンです。少しね光沢がある感じで、なかなかちょっと大人っぽくていいんじゃないでしょうか。まあ、体型にもよると思うんですけど、割とですねぴったりめって言ってもですね腰回りがちょっとゆったりしてるんで、山歩きとかですね全然こなせました。はい、あと誰も気づいてないんですけど、裾にですね実はカスタムして裾を絞れる紐がね入れるような穴が開いてるんですね。撥水機能ですね全然申し分なくて、ちょっと雪山でですねちょっと履いてみたんですけど、やっぱりですね雪の分しっかり弾いてくれます。それとやっぱりですねこれ裏地がないので、中にはワークマンのメリノールタイツを履いてます。実はこの僕が履いている超撥水シェフパンツ、去年のモデルなんですけど、今年もですね、発売されるようなので、やっぱりデニムが一押しですね。それではですね実際
これを着て低山に登って検証したいと思います。はい、今回はですね、登って検証ということで、甲賀市西区の、長谷山、標高188メートルの低山なんですけども、実際登ってみてね、汗かいた時どれだけ通気で、蒸れなくね過ごせるかどうか、まあ、パンツも含めて検証したいと思います。はい、長谷山のですね、一番景色がいいところもうここしかありません。もう山頂に行ってしまうとですね、景観が単に木に囲まれてなくなってしまうので、もう景観を見渡すところはこのぐらいしかありませんので、こちらで景観をお楽しみください。風が強い。はい、先ほどのですね、ちょっと展望スペースから、道に迷うようなところは全然ないんですけどね、まっすぐ進んでいくと少し小上がりになってますね。この先に三角点があります。この超撥水シェフパンツ、雪山以外、まあ、寒い時以外の時にテストしてみました。はい、こちらですね、大体3分の1ぐらいですかね。ここで割あの山っぷなんか見ても明確にルートが出てないので、あの目印になるねピンクのテープを見ながら進んでいきましょう。はい、一番の難所はですね、この急登です。といっても言うほど急登じゃないんですけどね、まあ、なぜ子供でも登れるんで、それでは行ってみましょう。奥に入るとですね、木々にちょっと囲まれて静かになってね、野鳥の声が響き渡ります。はい、汗をかいてきたので続きを加工したいと思います。いい感じですね。はい、間もなくピークですね。長谷山はちょっと景観はね、あまりよろしくないんですけども、ちょっとプライベートな空間を楽しめる、低山っていう形です。はい、118メートル、ちょろい。はい、ピークに到着しました。フリースですね、ベンチレーション機能付きで通気を確保できるウェアということで、ご紹介させていただきました。意外と使えます。やっぱりですね、汗、距離が今回ちょっと短かったんですけども、長い距離だと発汗に多くなるので、こういうウェア、しかも980円ですよ。非常におすすめです。結構夏場ですね、虫の宝庫なんですけど、このね、木々の間から見える太陽とかすごく綺麗なんですよね。自分はこの里山がすごく好きで、まあ、自分の子供も保育園の年長ぐらいのところから歩かせてますね。はい、登りながらね、ちょっと解説していきますと、福島っていうところのね、福岡の観光地で有名になるんですけど、そこの手前にですね、まあ、福岡市西区っていうのがあります。こちらのですね、海岸沿いから長谷公園から残り山ですね。先ほど冒頭でお伝えした西区のですね、低山長谷山でちょっとテストしてみました。こちらのですね、まあ、サイドジップの方、暑くなってきた時ですね、ちょっと開けてみたんですけど、やっぱり快適ですね。はい、
同じくですね、下履いてるのはこの超撥水シェフパンツです。これもちょっとですね、山歩きの時に体結構ね、腰回り普通のジーンズだったと蒸れてしまうんですけど、両方開けておいたらですね、暑くなった時に、快適です。登って検証、ワークマンのですね、登山で使えるベンチレーションウェア2000、こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。